皆さんこんにちは。一緒に始めよう、生徒が喜ぶピアノレッスン、 iPad、iPhone を使ってと題して、デジタルピアノと iPad、iPhone を使って楽しみながら上達する、そんなレッスンを提案していきたいと思います。ここではローランドミュージックスクールの教材ピアノスケッチと iPad、iPhone にインストールしたiOS 対応のサウンドキャンバスを使っていきましょう。サウンドキャンバスの音はこのままでも聞けますが、 Bluetooth スピーカーでも音を出すことができます。今日はより良い音で聞くために Bluetooth 対応のこのピアノで鳴らしてみましょう。では Bluetooth の設定をしましょう。まずピアノの設定ボタンを押します。次に iPad、iPhone の Bluetooth ボタンを押します。これで Bluetooth の設定が完了しました。今日はローランドミュージックスクールの教材、ピアノスケッチ2巻の中から、ダッタンジンの踊りを選びます。では音を聞いてみましょう。このようにさらに迫力のある音で聞くことができますね。サウンドキャンバスでは様々な設定ができます。このようにレッスンにとても効果的に使うことができます。生徒さんが弾きたい曲をダウンロード購入しておけば、レッスンがより楽しくなりますね。